みさこスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。今回はタイのチャイナタウンに行ってきた様子をお届けします。それでは行ってみよう。ここはワットマングコン、チャイナタウンに来ました。イエイイエイイエイ。あっ、キラキラするよ。してるけど、やばいやばい。おほん、あの横っていうか、ここがいいなって言って入って、めちゃくちゃ美味しいこと少ないんで。どういうこと？どういうこと？悲しいやんそれ。野生の感がダメ。そんなことある？もうなんかこっちからあっちまで。いいやん。じゃんけんで決める？あ、夕焼けが綺麗だから。夕焼けが綺麗だからこっちで。いい選び方やん。おー、なんかありそう。え、闇市やない？違うか。何市？あ、そう、桃。やべ、もうちょい歩いて、そっち奥はなんかもう違う。いや、もうディープだわ。やっぱ私が選んだ方が選んだ方がやっぱり選んだ方が夕日が沈むからっていう二択の選択を任せてしまったがために、まさかの方を選んでしまった。やばいじゃん、実証されたじゃん。あ、わー、肉まん。見た目チョイスでいい気がする。これかな。赤いのは甘そうやね。食べるんや。お腹すいた。大丈夫？お姉さんはこれをね、ポークって言ってたんで。言ってた。これはポークなんだと思います。買った方がいい。あ、一個いっちゃう？もうね、食った。買った方がいい。買った方がいい。めちゃくちゃうまい。あ、なんかでもちょっとやっぱ甘いかも。いや、待って、私が汗だくすぎない？え、シャワー行ってきた。またシャワー行ってきた。いただきます。でもね、熱いの。調子が出てきたので中華料理店に入店です。あ、そういえばこのタイミングなんですけど、カメラの設定ミスってて今回の動画かなりピンボケ映像です。ごめんなさい。食べたいものをたくさん頼んだのでシェアしていきます。この国の人に辛いものを扱わせてはいけないのよ、絶対。私忘れてたやん。めっちゃ売れんじゃん。いただきます。怒る。うん。めっちゃうまいですよ。熱いと思って構えてたもんね。そのエビも食べちゃってよ。エビかわからんけど、これ美味しいです。優しいです。わあ、絶対うまい、絶対うまい。もううまい。めっちゃ
れはないよ。よだってもなんか唐辛子の赤がすごくさ生えてるよね。緑のさ四角なピーマンなんかな、青唐辛子じゃないっすよね。これ違うと思うけど。熱い。これ熱いわ。舐めてた。よかったね。あ、よかったね。久しぶりにこの昼越し豆腐。あ、じゃあ、はい。待ってたね。これ。角煮丼や。で、奥にあれ、生姜の、かな、ニンニクなのかな。めっちゃ。気をつけてね。これは、辛い。あ、本当。はいはいはい。1、優勝。うまいか。え、発覚を通り続けるか。ん？発覚を通り続ける。いや、やった。え、これわかんない。発覚、これで食べて発覚だったらもう殴って。やばいよね。いや、全然。うまい。めちゃくちゃ美味しいし、ハットコア入ってる。ちょっとだけね、ちょっとだけ。入ってた。でもそんなに入ってない。入ってた。うまこれ。うまいよね。うん、発覚わかんない女認定されたわ。でもなんか旨味が勝った。うわー、なんかすごいわこの図。いや、なんかいつも食べてるのからしたら400か高いかなって思ったけど、本当にただ4倍したらさ、うん、2000円違うわ、四四十、そうだよね、2000円以下を2人でお腹いっぱいなんだよね。それ800円で、いや、そう、その美味しさでね、それすごいよね。2人で1個だけ。日本語、日本語大丈夫？あ、こいちゃいろ。あー、やがい。あの、ちっちゃいのか。そしたら100でもいいと思う。いける？え、2人で大きいのってこと？あ、そうそうそう。うん。わー、めっちゃいい。で、ウロン茶？いっちゃいなよ。おいしい。ほんと、うん、なんかそんなに甘くない思ってたより、うん、甘くないし、なんかこの豆みたいなやつ、これ、はいはいはい、おいしい。なんなんだろう、金時じゃん。金時っていうか、なんていうの、豆あれ、あれです。どれよ。あー、待って、銀杏。え、でもなんかみんなみたいな味してきた。嘘やん。ほんとほんと、銀杏好きやけど、うん、なんか後味がこう苦味が銀杏みたいな。あ、食べてみて。銀杏かもしれない。いや、美味しいですよ。初めめっちゃ甘いんですけど、なんか銀杏みたいな感じ。銀杏だと思う。銀杏ですよね、これ。銀杏だと思う。絶対銀なんや、うん、いや、うまい、おいしい。え、これ豆乳？ココナッツミルク？ココナッツミルクやと思ってたんですけど、うん、なんか違くない？違う違う、そうだよね、牛乳？豆乳じゃない？豆乳かな？うん、そんな気がする。え、すっごい。もうね、もうね、もうないですよ。映ってる？伝わる？伝わらんのちゃう？だってもう
別物だもん。なんかてか大きな結構ね入ってるんですよ。結構銀杏がね入ってるんですよ。なんかおかしいよ、おかしいよ。これ違う豆を入れてほしかったな確かに確かに、なんかあったじゃないですか。あったあった、あったじゃないですか。種類豊富にしてほしかった。なんか色々入れてくれるのかなと思ったら銀杏だった。いちいち何個食べたらダメとかあんの？一応 Google 先生によりますと、はい、銀杏は一度にたくさん食べ過ぎると嘔吐や痙攣などの中毒症状が出現することがあります。銀杏の有毒成分は熱に強く、煮る、焼くなど加熱調理しても消失しませんということですので、中毒症状が出た場合は110番へ。過去10年間の銀杏の相談件数は263件で、銀杏が旬を迎える10月から12月の問い合わせが多くなっています。日本中毒情報センターからでした。いやー美味しかったっすわ。すごい、こんなにしばらく銀杏いらんと思うことないわ。